はい、こちら紹介するのがですね、室内用の人感センサーライトになります。こちらですね、中華製で2000円ちょっとぐらいの価格帯のものです。あまりにですね、便利だったのでもう一つ買ってみました。で、今回の特徴はライトの色が3種類ほどありまして、電球色、中白色、中光色とあるタイプになります。それではですね、開封していきたいと思います。箱の中身はですね、こちら本体と説明書、そして、マグネットですね、マグネットの両面テープで貼り付けるやつと、で、テープとプレートですね、はい、そして、USB ですね。USB のタイプ B の方ですかね。充電コネクタです。はい。で、本体の方はこういう感じです。はい。まあちょっとですね、まあそんなに高級感はないんですけど、まあコンパクトなサイズになります。30センチの厚みがこれぐらいの薄いタイプですね。で、説明書ですけど、説明書は全部英語になってますね。日本語表記ではないです。はい。それとですね、こちらちょっとAmazon の説明書がちょっとわかりにくかったんですけど、このプレートがですね、この状態ではつかないです。要するに磁石が内蔵されてないタイプになるんで、もし何か壁に貼っ付けたいっていう場合はですね、こちらの磁石プレートをまず両面テープで本体に貼り付けて、で対象になるところにこのプレートを両面テープで貼って付けるというような使い方になります。はい、まあ、以上のような商品になります。それではですね、実際ちょっと説明書を読んでから解説したいと思います。はい、説明書を読んで大体理解できたので、解説していきたいと思います。こちらですね、ここら辺にですね、押しボタンが2つあるのと、センサーのこのちょっとぼっちの部分があります。基本的にはこれ人感センサーになってるんで、1回ここのボタンを押すと光りますね。はい、これでもう人感センサーモードになったんで、ここに手をかざすとですね、今ちょっと暗くないんで、部屋が暗い場合は点灯します。はい、でもう一回押すとこれで常時点灯になります。で、これもですね、 Amazon の説明書にもう一つ、暗くなったらつくっていうモードがあるんですが、これは実際ついてないですね。これもう一回押すと消灯になるんで、この2種類のモードだけになります。はい、で、こちらの上のボタンですね、これは、常時点灯にしといた状態でですね、1回押すと色味が変わります。おそらくこれが中光色ですかね。で、これが電球色。そしてこれが中白色。この3つのモードになります。で、この光の強さをですね、調整したい場合は、このモードを選んだ上で長押しをすると、明るさが変わります。今変わったようにちょっと見えないかな。もう一回ちょっとモード変えてみて、今これが、電球モードなんですけど、この電球モードで長押しすると、こういうふうに明るくなったの分かりますかね。で、これが、自動調整するボタンになりますね。自分の好みの明るさで、長押ししながら調整するという感じです。で、この一番明るくなった状態でもう一回長押しすると、今度はだんだん暗くなっていきます。
でマックスまで暗くなった時にボタンを外して、でもう一回長押しすると今度は明るめに調整してくれるっていう感じになりますね。はい、この2つのボタンは、まあ、それだけのものです。そして、この縦のところに充電の差し込み口がありますね。まあ、これで充電できるという感じです。はい、まあ、使い方は以上な感じになりますね。はい、では、まあ、実際ですね、反応の方とかも見ていきたいと思います。人感センサーライトを玄関の方に設置してみました。これでどれぐらいの反応でライトがつくかっていうのを実験してみたいと思います。はい、だいたい1メーターぐらいで点灯します。はい、こちらのセンサーライトですけど、120度の角度で反応すると説明書に書いてあります。今センサーライトの真横にありますけど、ここからですね、どれぐらいの角度で反応するかちょっと実験してみます。あ、優秀ですね。はい、だいたい120度ぐらいの角度で、しっかりと反応します。真正面にまで行かなくても、結構ですね、120度という角度は正確かなと思います。階段に設置してみました。Thank you.